競争交響曲は競争曲形式の一種である。一般的には競争曲と呼ぶ場合、ソロ奏者とオーケストラとの共演を目的とした楽曲を意味している。それに対し競争交響曲は独奏楽器がソロではなく複数であり、複数奏者とオーケストラとが演奏する競争曲を競争交響曲と呼ぶようになった。すなわちこの形式の交響曲は、 バロック時代の合奏競争曲に習った複数種の楽器のサウンドが交わった競争曲であることを意味しており、ベートーベン以降に広まった還元楽のためのソナタという意味での公共曲とは異なる。レコード業界の監修上を置いても公共曲全集に競争公共曲が含まれることは通常ない。競争公共曲はカール・シュターミツなどのマンハイム学派の作曲家によって 多く書かれたが、ハイドンやモーツァルトにも作品がある。19世紀前半の作曲家リトルフは、公共競争曲もしくは公共的競争曲を、いくつか作曲しているが、これは、競争公共曲とは異なり、単独のソロ楽器とオーケストラの対比よりも、協調、融合を目指した競争曲である。リストやブラームスのピアノ競争曲に影響を与えた。 事実上競争公共曲でありながら、競争公共曲と名付けられなかった作品には、モーツァルトのフルートとハープのための競争曲、ベートーベンの三重競争曲、ブラームスの二重競争曲やショスタコービチのピアノ競争曲第一番などがある。ジョゼフ・ジョンゲンはオルガン競争曲を、オルガンと還元学のための競争公共曲と称した。20世紀になってからは、 シマノフスキが公共曲第4番にこの名称を与えている。実際には公共曲というよりピアノ競奏曲と呼ぶべき作品であるが、しばしばバイオリンやフルートの独奏などもピアノパートに絡むため、あえてその名称が与えられたのであろう。ありがとうございます。